すごいのが、ほう、西野さん実はね仲いい人がいて、はい、めちゃくちゃ仲いいのが吉本興業の大崎会長なあそうやねんな、めちゃくちゃ仲いいですよ。そうやねん、そうですよね、はい、まあ尊敬してるっていう僕は。そう、はい、でも吉本興業の大崎会長って言われても何のこっちゃっていう方もいると思うんで、どれぐらい偉いのかをちょっとね、ランキングでお見せしますと、こうなってるまあまあまあそうですよね、まあ、分かりやすい、ね、分かりやすいこれ間違ってないです、ね、それ間違ってないよ、はい、合ってる合ってる。このお二人有名人なんですよね、はい、藤原副社長っていうのはガキ使うとかには年末必ず出て、はい、遠藤アウトとかなったら言ってる声の人だし、藤原女将って言って、あの人めちゃくちゃ偉いんですよ、うん、めちゃくちゃ偉いんですよ。その上でその一個上にいらっしゃるのは岡本社長、うん、これがいわゆるね宮迫さんの件で謝罪会見をすることになり、テープ回してへんやろなという大ヒットギャグを持ってます。ギャグじゃないやめてください。ギャグじゃない、ギャグじゃない、ギャグじゃない、違うね、ギャグじゃないよでもこれいや100年続くギャグだと俺は思ってるまあそうやな、ね、生涯にわたる持ちネタになる、持ちネタにで、その上にいらっしゃるのが大崎会長なんですね、うん、基本いろんなことを決めてるのは、まあ、今までずっと大崎会長だったわけです、うん、その大崎会長にものすごい好かれてる、もう一番好かれてる芸人さんがこの西野さんなんです。はあ、どれぐらい好かれてるか、実はですね、大崎会長西野サロンのメンバーなんです。そうですよね。そうなんや。いやこれ言っていいのかどうなのか、うん、あそうなんですか。いや分かんない、その別に悪いことじゃない、悪いことじゃない、うんうんうん、多分でも名前は隠してはるけど、あ、そうなんだ。大崎さんとは言ってない。俺言っちゃいけないこと言っちゃってます。多いよ。あっちゃん多い。俺多い。この番組で多いよ。あ、結構あるんだ。で、まあ大崎、まあまあまあね。はい。まあ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 悪いことじゃないから。悪いことじゃない。悪いことじゃないですよ。ね、大崎会長西野サロンのメンバーなんですよ。はい、ってことはですよ。どうなってるか。メンバーが会長さんで、でそのサロンのオーナーが西野さんですから、ランキングが変わってまいります。あれ。吉本興業のランキング正式にはこうなってるんですよ。いやそうなんすか。ほんまにやめて。いや先生、ほんまにやめて。なわけがないし、はい、そんなわけない先生。いやそんなわけない。ご謙遜を。ほんまにやめて。ご謙遜を。ほんとにやめて先生。なんとかなりませんか。いやしそ権力ないし。違うんすか。え、僕なんか本当に下っ端の芸人ですから、もう本当にこれ今回のサムネイルにしようかな。やめてください。本当にいいんじゃないですか。めちゃくちゃ大変でございます。あ、そう。ほんまにやめて。もうだから一応ね、その西野さんにお願いとして、やっぱりこう宮迫さん戻したらね。いや違う、そんな権力ないし。お願いします。お願いします。宮迫さんやめてください。先生本当にやめて。本当にもう許してやってくださいよ。僕に決定権ないし。悪いの宮迫さんじゃないじゃないですか。決定権ないし。お願いしますよ。無情です。先生そんな顔せんとって。あ、そうに解説したよ。これが行きましょう。木田宇野さんの10回世間一人でお願いします。